18日に行われる明治安田生命 J1 リーグ第32節で、川崎フロンターレとガンバ大阪が対戦する。5日に一足早く首位の鹿島アントラーズが試合を消化し、勝ち点を70に伸ばした。残り3試合で勝ち点63の2位につける川崎 F にとっては、引き分けでもか。同性を残すものの、勝利が逆転優勝へ望みをつなぐ一つの条件となった。川崎 F はリーグ戦で12試合負けなし、8月5日に行われた第20節、FC 東京との玉川クラシコから無敗を継続している。リーグだけで見れば好調と言えるが、2大会連続のファイナル進出を目指した天皇杯では準々決勝で敗退、J リーグ YB。シールバンカップでは決勝に駒を進めたものの、セレッソ大阪に 0-2 で敗れ、クラブ史上初タイトル獲得を逃した。鬼木達監督が試合後に、焦りがあったかもしれない、と語れば、エースの小林優も、硬さはあった。ミスも多く、いつも通りのプレーができていない選手が多かった、と振り返るように、初タイトルを目、前にしたチームは、開始直後に思わぬミスで C 大阪に先制点を献上すると、最後までゴールを奪えず、大舞台の勝負弱さを露呈する結果となった。一方で、この試合で GK チョンソンリョン、MF 大島良太が怪我から復帰し、阿部博幸も戦列復帰。連勝が求められる残り3試合で貴重な戦力がカムバックを果たしている。今節の G 大阪戦も逆転優勝を手繰り寄せるために負けられない一戦。引き分け以上で鹿島の今節の優勝決定を阻止できるが、万が一敗れた場合は、その時点で鹿島のリーグ連覇が決定する。ベテラン、中村健吾が、内容よりも勝ち点3をどれだけ取れるか、を終盤戦のポイント。に挙げたように、この大一番で、勝負弱さ、を克服することが最大の鍵となる。一方の G 大阪はリーグ戦で7試合勝利なしで10位と低迷。伝説のベガルタ仙台戦は、前半に長澤俊の今季リーグ10ゴール目となるヘッドで先制するも、直後に失点。結局引き分けのまま動かず、11で引き分けた。結果は伴わない状況が続くが、遠藤康人は、攻撃に少しバリエーションが出てきた、と改善の兆しを口に。約3週間のインターバルを経て臨む川崎 F 戦へ、しっかりと良い準備。そして、フィジカル面でも合わせてやっていきたい、と意気込む。長谷川健太監督も、残り3試合、なんとか勝利を取れるように、全員でしっかりと準備して、なんとか良い形でフィニッシュできるようにみんなで戦っていきたい、と発破をかけた。長いトンネルから抜け出し、良い形でシーズンを終えられるか。残り3試合にラストスパートをかける。前回対戦は6月25日の第16節。市立吹田サッカースタジアムで行われた一戦は、アウェーの川崎 F が中村健吾のゴールで先制したが、G 大阪は長澤のヘッドで同点に追いつき、11のドロー決着。今回はいかなる結果を見るか。試合は18日14時に、等々力陸上競技場でキックオフを迎える。